ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。また、落語界の方々、えー、もうですね。こんにちは。えー、っと、まあ、このひばりクラブはですね、自由な考えで、まあ、ひばりという名前を付けたのは、えー、ひばりは、空の方にひューっと垂直に上がってですね、ピチクパーチクと鳴いてパーッと下がる。この、空の方にピーッと上がってピチクパーチク鳴るときですね、上で高が待ってるかもしれない。それで命が終わりかもしれない。 しかし、ひばりは、そんなのにはめげずですね、大空に舞い上がって、えー、ピッピッと鳴くと。まあ、いうことを象徴しているわけですが、えー、まあ、確かにこの人生っていうのはですね、あんまり後先のことを考えて、えー、行動すると、もうどれもこれも慎重になっちゃってですね、<laughs> ダメなわけですね。だけど人間ですから、やはりあの、空に飛び上がるときには、理論的に言ってどうかと、まあ、いうことは考えておいた方がいいわけですね。 で、まあ全然鷹が活動しない時と、活動するときとあれば、まあ活動しない時は余裕と飛び上がってもいいし、えー、活動するときですね、活動が活発なときに、えー、空に上がるのは結構危ないわけですね。だからその程度問題というのをどのくらい考えているかということで、ある意味では楽しい人生も送れるということも意味しているわけですね。 で、今日はこの産業の哲学の5番でですね、極めて重要な図を出します。これはあの、これからの産業がどうあるべきか、産業と社会はどういう関係になるのか、ということを本当に1枚の図でですね、極めてよくわかるように、概念がわかるように書かれたものをちょっと使わせていただいております。えー、この図はですね、えー、横軸に西暦が書いてありまして、縦軸は硫黄の量なんですね。 それで、えー、横の方に線が薄い茶色い線と濃い茶色い線があります。これはあまり区別はしなくてもいいんですが、まあ、詳細を見れば、あの、興味のある人は詳細を見てもいいんですけども、まあ、自然界にある硫黄というふうに考えてもいいし、だから硫黄っていうのは大体臭いし、有毒ですね。ですから、こういう臭かったり有毒なものが地球上にどのくらいある状態が地球なのかと、まあ、いうことを知るってこともできるわけですね。 もちろんあの、有毒なもんであってもなくても、地球上にはあ、もうすでに太古の昔から何万年、何億年とですね、まあ大体まあまあ同じような感じであるわけですね。でそれに対して人間がですね、この自然に対して追い越すか追い越さないかってことはぶん違うわけです。まあこの話をするときに私はいつもお母さんが川でおしめを洗うと。で、広い川でですね、えー、ポツンとお母さんが一人、 えー、川辺のところで、えー、赤ちゃんのおしめを洗ってるところでですね、川が汚れることでもないし、何か変化が起こることでもない。それは、大自然の川が流れるという量に対して、お母さんがおしめを洗っても汚れる量っていうのは非常にわずかだからなんですね。これが川が細くなって、それでお母さんたちの人数が増えて、おしめを猛烈な数洗えばですね、やっぱり川は汚れるわけです。つまり、 川が汚れるかどうかっていうのは、汚いもので洗ったら川が汚れるとか、そういう単純な話じゃなくて当たり前ですけどね。まあ自然との関係で決まるわけですね。で、我々が産業を発達させるっていう時に、まあどのくらいのポジションにいるかっていうことは非常に重要ですし、それから、えー、どのくらいのポジションならば、ああ、人間の手で、えー、別に汚れることを防ぐことができるかっていうことも考えられるわけですね。まあ今ちょうど問題になってる円安なんていうの問題がそうで、 まあ、円が高くなって80円になった時にはみんなで大騒ぎして、この160円になったらまた大騒ぎしてますけどね。<laughs> 何を大騒ぎしてるのかってことははっきりしなきゃいけないわけですね。80円だったら何が困るのか。まあ、言ってみれば、輸出、日本から外に輸出するものは高くなるので輸出が難しくなるっていうことですけども、これは別の視点を考えればですね。えー、と、日本から外国に輸出してるものが、日本の経済力、 人間の力から言ったら、不当に安く売ってたから売れたんだと。それでようやくあんまり売れなくなる、競争になるってことは、日本人の働き度合いと日本が生産している、まあ、例えば自動車とか家電製品が、まあまあいい線に行ったっていうことなんですね。今度円安の方もそうで、えー、日本人の労働があまりに安くカウントされているときはですね、例えば、 日本でラーメンを食べれば500円だけど、アメリカでラーメン食べたら2000円とかなってですね。それで、もう全然、あみんなが日本で食べた方がいいやってなって、外国のお客さんが日本にうんと来ると。こういうふうになりますね。ですから、日本人の、本当の真なる日本人の力、価値ですね。国際的な価値がどこにあるかと、まあ、いうことを示す指標でもあるわけです。ですから、まあ昔ですね。 日本が非常に高度成長して力が強くなったとき、つまり日本の力が強くなるってことは、日本人一人一人の価値が上がったっていう状態ですね。その状態の時に80年代になりました。80年代になりましてね。その時に、えー、その時の昭和天皇がですね、えー、それを報告に来た大倉大臣に何つったかあったら、なんで円高が悪いんですか、えー、日本に住んでる人たちの価値が上がったということなんで、とてもいいことじゃないですかっていうご質問を昭和天皇がされたっていうことですね。 さすが天皇陛下だと思いますね。えー、つまらない産業がどうとかそういうことじゃなくて、日本が繁栄するかどうかを注目されてるということを示した、まあいいお話であろうかと思います。えー、それでこの図に帰りましてね、それが自然、自然というのはもちろん、時間によらず一定なんですよね。もう何億年と一定ですから一定ですね。だから横の線というのは自然の状態なんです。 それからどん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 線が上がってるのはこれ人間の活動が盛んになって、まあ、異様を出すようになった。異様っていうのは非常にこう産業界が活発になりますとね、まあ石油からも異様が出ますし、いろんなものから異様が出るんで、だからこの図はなかなかいいんですね。それで、ちょうどですね、20世紀入ってしばらく経ってからやっぱり産業が発達して、物が豊かになるわけです。まあ人間が物を豊かに使うってことはやっぱりいろいろなものも出すわけですね。 そして大体戦争が終わる頃、自然の量を突破します。ですから、この自然の量を突破した、これよく見ると1940年か50年ぐらいだと思うんですけども、まあその頃から何が起こったか。1952年に、えー、最初の大規模な環境汚染が起こるんですね。これは石炭を耐えたことによるロンドンの石炭のスモングですね。 ロンドンスモーク事件のが起こるわけです。これが1952年だってことはまさにこの図の通りですね。やっぱり人間が出したものが地球で今まで処理してたものを超えるとそこで歪みが出るということをよく示してますね。まあ、この1952年の12月4日から始まった、えー、ロンドンスモーク事件ではですね、えー、4日間だけで4000人が亡くなり、えー、だいたい機関死をやられますから、 えー、その年の明けてですね、4月までの累計した、えー、ロンドンスモングによる死亡者は約1万人と推定されておりまして、大規模な公害が起きた最初の事件、環境破壊が起きた最初の事件ですね。最初の事件がこのカーブのところを超えたところで起こったということが非常に我々にはいろいろなことを教えてくれるわけです。 こういうことを知ってないとですね、例えば環境を良くしようとかですね、産業を発達させようとかいうような政策を決めようと思ってもですね、根拠ないことを言いますから、それで、あとは人の受け売りになっちゃうんですね。もっといけるよとか、もっと円安になるよとか言うと、なんか誰かが円安になると言ってたよって話になっちゃうんですね。そうじゃなくて、こういう基礎的なことをよく知ってると、自分自身である程度考えられますので、特にあの、落語界の方なんかでね、 まあ政治に興味があると。まあ政治大切ですから、まあすごく政治に興味のある人の活動を僕サポートしたいんですけどね。サポートするのにただどっかに行って選挙演説手伝ってくるってのもありますけど、もう一つはやはりこういう基礎データですね。まあ僕は学者ですので、まあ基礎データをできるだけ多く落語界の方にも提供してですね。それで政治をみんなで、日本人みんなで考えていきたいというふうに思うんですね。